ハム CS 進出。日本ハム楽天23回戦日本ハムが楽天に2対1で勝利。ハム勝ちました。 CS 決定。 A クラスよ。6年ぶりか。暗黒出したな。伊藤最多勝来た。伊藤強すぎ。これはエースだ。伊藤完投偉いぞ。今年の後半を象徴するような試合。レイエスのホームランが切った。清宮も良かった。レイエスとキヨが打てば勝てるんよ。楽天負けました。終わっちゃったよ。あかんか。結局バントが裏目。バイトこじゃでよく頑張った。2回に追加点取れてればな。キュアンダに支給1得点。得点効率が悪かった。楽天先発こじゃ6回に失点。こじゃようやっとる。コジャのコントロールは来年以降の課題だろう。コジャが1年目からぼちぼち投げられたのは嬉しい誤算。日本ハム先発伊藤9回1失点。伊藤素晴らしい。伊藤頼もしいな。伊藤よく投げ切ったな。楽天打撃成績。浅村先生タイムリー。浅村400さん。浅村さん頼もしい。日本ハム打撃成績。レイエスホームラン。レイエスさすがや。レイエスしか勝たん。清宮ホームラン。清宮さすがやね。清宮はアーツとやな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。